フィアット1300-1500はイタリアのフィアット社がフィアット1200の後継者として1961年から1967年まで製造していた小型乗用車である。1300-1500はその名称となっているエンジン排気量が異なるだけで基本的に同じモデルである。ボディ形式にはセガンエステートがあった。またこの時期、 1200のシ,ャシーをベースに発展したニザ、スポーツカー、1500カブリオレもカロッツェリアピニンファリーナによって生産された。1300、1500とその他の派生型はユーゴスラビアのザスタバとフィアット社の西ドイツの子会社であるネッカー社でも製造された。1500C のフロアパンは後継者のフィアット125の元となる一方でポーランドのフッソ社で製造された。 もう一種のモデルのポルスキフィアット 125P は125のボディと1300、1500の機械部品を組み合わせて使用していた。イタリアでは1966年に1300はフィアット124に1500は1年後にフィアット125に代替された。1300、1500は車体全部の縦置きエンジンが4足 MT を介して、 後輪を駆動するオーソドックスな構造であった。この2種類のエンジンは同一設計でボアが異なっていた。1300のホイールベースは2 4 2 5ト、mm、ルであったが、1964年に追加された上級版の1500では2 5 0 5トルに延長された。このモデルは本質的には、 フィアット1800-2500の4気筒エンジンを搭載したもので、それゆえに、フィアット社の命名法では1500とされた。タクシー用モデルは1962年に発売され、エンジン出力は 60HP に下げられていた。1500L はもともと通常の1500エンジンと同じ 72HP のエンジンを搭載していたが、1964年に、 フィアット 1500C と共に 75HP に増強された。セアト1500はスペインのセアト社がバルセロナで製造した1500リットルであり、本来の1500はスペインでは生産されなかった。183,652台のセアト1500が1960年から1972年にかけて生産された。あとにセアト社は フィアット131と132をセアト131とセアト132の名称で1982年まで製造した。イタリアのチューナー、車両アクセサリーと特殊車両の製造業者であるシアタ社は通常のフィアットのセダンとアにトーンと色を含むスタイリングの細部が異なる TS あるいは 1500TS と呼ばれるモデルを作り出したが、 実質的に主要な違いはエンジンがチューンされ 94bhp を発生することであった。これに加えジョバンニ・ミケロッティの手による特徴のあるボディデザインの 1500ts クーペもあった。このセダンとクーペはフィアット社のドイツの子会社であるハイルブロンに所在するネッカー社でも製造された。ユーゴスラビアの自動車製造会社のザスタバは フィアット社と広範囲にわたる協力関係にあり、1300と1500を、ザスタバ1300と、ザスタバ1500として製造した。ザスタバは1300を、フィアット自身が製造を止めた後も製造し続け、より装備を充実させたモデルを、デラックスと 1300E と名付けた。生産は1980年代まで続けられた。当時の総代利点であった日本自動車、 西欧自動車を通じて輸入された。1963年当時の価格は1500で150万円であった。1500は最高速度時速1 5 0トル0から4 0 0ル加速19.7秒と、当時のこのクラスの乗用車としては比較的高性能で、車体の作りも内外の仕上げは非常によく、特にドアの立て付けは高級車の水準と評され、 当時の日本製小型車の設計にも影響を与えた。また、高性能版のドイツ製、ネッカー 1500TS も西欧自動車によって輸入された。ありがとうございます。